新年明けましておめでとうございます。ユーマ研究家の中澤武史です。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明けましたね。明けました。2024年になりました。なりました。今年はいい年にしたいなと思います。はい。今年もユーマオカルトチャンネルね、頑張ってね、楽しい動画をいっぱい作っていけたらいいなと思うし、まあもちろん YouTube 以外のね、いろんな活動もしていけたらいいなと思っております。そう。YouTube 以外といえば、はい。ね、年末とか、年末年始に YouTube 以外で先生のことを見る場所があったはずなのに、今年もなかった。今年っていうかまあ、2023年末も結局なかったなっていう。あれですね。あれです。もういろんな人から言われる。今年で言うともう9月ぐらいから例えば自分が出てるイベント来てくれたお客さんとか、まあそれこそ電車の中で、たまたま会った人とかもあの番組見てますよ、今年ないんですかとかすごい言われたんですけれど、まあ20年以上続いてたね、年末の特番、テレビ朝日さんで放送していた、まあ番組のタイトルがちょこちょこ変わるんですけれど、まあいわゆるビートたけしさんが司会の超常現象スペシャルね。まあ僕が一番馴染み深いのはビートたけしの超常現象 X ファイルっていうタイトルの時なんですけど、まあ、ずっと本当に僕が子供の頃からやってた番組だったんですけれど、2022年の年末には放送がなくて、はい、20年以上続いてた、まあ、大型特番がついに放送のなかった年になって、そして2023年も、まあ、残念ながら放送は、その番組なかったっていうこと。いや、よくね、言われるのが、今年はあの番組ないんですかって僕に言われても、僕別にあの番組のプロデューサーさんとかじゃないんで、僕にオファーが来てないだけで撮ってる可能性は全然あるから、正直言うと、その、12月31日まで、年末のテレビガイドとか見ても、年末ってまだ未定の欄がいっぱいあるじゃない？テレ朝もやっぱあるから、もしかしたらこれがたけしさんのあれかなっていうのもあるから、僕自身も正直言うと12月26、7日までは、わかんないんですよ、マジで。僕は別にレギュラーでは、まあ、確かにありがたいことに、2015年かな？ 2015 年から2021年までは毎年あの番組出演させてもらっていたんですけれど、別に僕に声かからない可能性は全然あると思うし、僕が最後に出してもらった、2021年か。2021年の時は、韮澤さんも大月教授もいなかったですからね。そうですね。あの番組といえば、二人だと思うし、当然のように、僕よりも当然のように声かかると思ってた人に、声かかんない年もあったんで、まあ普通に僕に声かからずに撮ってる可能性もあるのかなって、去年も年末思ってたし、今年も、まあ、僕、寂しいけど、僕に声かからないけど、やってる可能性はあるし、韮澤さんがたけしさんと一緒に首の番宣ちょっとしてる可能性もあったかなとか思いながら過ごしてましたよ、僕は。でもまあ、亡くなって2年になりますけど、やっぱあれないのかなって、ちょっとやっぱ期待しちゃう気持ちはありますよね。やっぱり、まあみんなが注目してる番組だから賛否両論はあるんですけど、年末の風物詩っていうのがさ、あることが意味があるっていうかね、もうとにかく放送が続いてることに意味があるものってあると思う。まあそれはだから紅白歌合戦とかもそうだと思うし、最近はやってないけど笑ってはいけないとかもさ、多分やってるってことに意味が。そうですね。内容云々よりも。だからそういう意味で言うと、たけしさんの超常現象スペシャルっていうのも、とにかくあれがやることで、今年も終わるんだなって思ってる人たちはたくさんいて、実際僕はあの番組が大晦日にやってた頃もあったんだけど、まあその頃僕はまだ一人暮らししてないね、実家にいた頃だけど、大晦日はもう兄弟喧嘩を毎回してるわけですよ。妹たちは紅白歌合戦とか格闘技を見たかったわけですよ。はい、俺一人が超常現象スタイルを見て大晦日過ごしたいっていう、家族、兄弟関係を悪くしながらもね、毎年大晦日あれを見て過ごしていたので、まあやっぱあれが年末やらないのは寂しいし、まああとやっぱりまあ地上波の番組と比べたら見てる人当然少ないんだけど、まあ今年っていうかまあこれ公開してる頃は去年だけど、まあややこしいんですけど、ほら、ファミリー劇場のね、紅白オカルト合戦も去年はなかったんで、まあそういう意味で言うと僕が年末の恒例みたいな感じで出てた番組が2つもなかった年だったので、寂しいなぁと思いました。現状での超常現象特番では、ね、最後に、竹本さんと中澤先生のことを、ビートたけしさんが、結構褒めてるところで、終わったっていうので、結局ね3時間特番の最後の締めで、うん、結局あの2人が一番面白いよなって言ってくれて、もしあの2021年がたけしさんのあの番組の最後だとしたら、まあそれ嫌だけど、僕ら2人を褒めるコメントがあの20年以上やってきたたけしさんの超常現象番組の最後のたけしさんのコメントがあの2人が一番面白いよなだとしたら、まあ、僕は泣きたくなるほど嬉しいけどね。僕めちゃくちゃたけしさん好きなので、まああともうそれで言うとさ、まあその2021年の時点であの番組ってちょっと作り特殊だったじゃないですか。いわゆるその超常現象肯定派と否定派をバトルさせるっていうのがあの番組のメインコンセプトだったと思うんだけど、21年ってバトルパートがいわゆるなくて、そうですね、僕ら肯定派もスタジオに呼ばれたけど別に否定派の人がいるわけじゃなかったんですよね。だけでバトルパートがあったあの特番で言うと2020年が最後の放送になるんだけど、あの年っていうのは僕にとってはすごい印象深くて、まあ今まで僕はあの番組で毎回否定派に言いまかされてきてたじゃないですか、正直、はい、でも2022年の最後は初めて僕が否定派の人たちを納得させることを言えて、そうですね、大月教授からも僕の説明受けてうまい論理だなみたいなことを大月教授からも言われるっていう、バトルもね実は負けたところで終わってないから、うん、そういう意味で言うと2020年も2021年も、まあ、初めて否定派を納得させられることを言えた年が今のところバトル超常現象バトルの最後の放送の時で、今のところたけしさんの超常現象バトルの最後の回は僕と竹本さんが褒められて終わってるから、とてもいい最終回なんだけれどでもそれでも僕はやっぱ続いてほしいし、さっきも言ったんですけど僕にオファーなかったら寂しいけど、僕が出演してなくてもやっぱこれは続いててほしいし、また僕がオファー来てせっかくいい感じで超常現象バトル終わってたのにまたボロクソに負けるとしてもやっぱりまた新作があった方が嬉しいなとは思うよね。勝ち逃げでよかったとは思わないそうですね。まあ、あと勝ち逃げしたっつってもさ、意外とあの回を見てない人もいるからさ。あ、まあもうそうですね。俺あの回の、否定派を説得したところだけ再放送してほしいんですよ。負けてるとこじゃなくて、俺が勝ってるとこだけ再放送してほしいんだけどさ。まあ、やっぱもうこの番組は出演者としても7年ぐらい付き合ってきたけれど、まあ、その前には視聴者としても付き合えると、本当に20年以上付き合ってたものだから、もうね、あの番組に出たことによって自分が負けたりとか、最悪たけしさんからつまんねえなって言われたとしても、それでもやっぱり続いた方が嬉しいなとはやっぱ正直、もう本当あの番組はちょっと特別なものになっちゃってるから、はい、続いてることに意味があると、まあ少なくとも僕は思っちゃうから、やっぱないと寂しいなとは本当思いますよね。なるほど。でも、あれですよね。はい、まあ、今年、確かにその、去年ね。そう、去年。撮ってる時は今年だけどね。はい。はい。まあ、あれですよね。はい、去年末は、うん、その、ビートたけしさんのあの特番はなかったんですけれども、うん、でもね、12月、ちょっとまあ、それに近しい特番はありましたよね。うん、テレビ朝日さんで超常現象の特番みたいのはあって、そっちの方には呼んでいただいたんですよ。はい、出川さんたちがやってるね、はい、不思議の会っていう番組で、これね、ちょっと運命的だなと思うのは、はい、僕は子供の頃から全ての芸能人の中でビートたけしさんが一番ずっと好きなんですよ。はい、それはもう子供の頃からずっと変わらない。好きな芸能人誰ですかって言ったらたけしさんですって僕小学生の頃ずっと言ってたんですけど、うちの妹が一番好きな芸能人が出川さんなんですよ。たけしさんの番組の次に、うちの妹が一番好きな方がやってる番組に出て、同じテレビ朝日でね、やってるっていうのはなんかちょっと不思議だなと思ったんですけれど。なんかでもあの番組自体も、はい、なんかその構成というか、どこかその、超常現象特番になんか、近いものがありました。たけしさんのやつね。はい、そうですね。だからタイトルにもね、超常現象で入ってたしね、不思議の会も超常現象スペシャルだったかな。はい。入ってたんで、まあそういう意味で言うと、テレビ朝日の超常現象年末特番っていうのは、去年はあったって言えるんですけどね。今後は、そしたらあれですかね、その不思議の会が、たけしさんの番組の代わりみたいな。感じになっていくんですかね。それは僕はテレビ局の人間じゃないんでわかりません。僕はオファーがあったら、はい、まあ、全部の企画僕受けてるわけじゃないけど、テレビの出演依頼来ても断ってるのもあるけど、まあ、相当ひどい内容じゃなければ、僕は基本的にはテレビの仕事好きなんで、うん、受けてるんで、別に不思議の会が、どういう企画の流れで生まれた番組かとかは僕はあんまりわからないので、別に、たけしさんの番組が2024年にやるかどうかもわからないし、不思議の会も、まあ、今年の年末にやるかどうかもわからないので、僕は。だから僕は、まあ、そうですね。本当何もわかんないんですけど、まあ、ただ、ちょっとね、番組の作りは近いところもあったじゃないですか。はい、やっぱり僕が、いろんなユーマの解説したら、それに合わせた CG を作ってくれて、それを紹介してくれて、それをタレントさんが見てコメントするみたいな感じで言うと、まあ、否定派と肯定派がバトルしてった頃とはちょっと違うけど、2021年のバトルパートがなかった時の、たけしさんの超常現象特番にちょっと近いね、雰囲気は感じられる番組になったんで、まあ、やっぱり年末に、やっぱりテレビでユーマの解説をできるっていうことをやれたことはすごい嬉しかったなとは。ヒコヌッペフホフもね、久々に紹介できたしね。そうですね。意外とたけしさんの番組で紹介したやつをもう一回紹介できたりもしたんで、まあ僕的には嬉しかったです。ただ、別にあれがそのたけしさんの番組の代わりなのかどうかはちょっと僕にはわからないので、それは番組のスタッフの方に問い合わせるしかないじゃないですか。僕はわかんないなと。ただまあ、何かしらの番組があると嬉しいよね。そうですね。超常現象特番があると嬉しいなと思う。だから僕の気持ちとしては、たけしさんの超常現象スペシャルも、不思議の会の超常現象スペシャルも、どっちもやればいいのにと思う、年末。ああ、確かに。別に1個じゃなくていいんで、年末の超常現象特番は。だからまあ、別に年末じゃなくてもいいよ。マジで、2024年はたけしさんと出川さんの超常現象スペシャル何回もやってくれたらいいのにな、っていうのが僕の正直な気持ちですね。はい。そしたら今年はすごいいい年になるんじゃないかなと思ってます。じゃあ今年も中澤先生が出演する、はい、超常現象特番。はい。まあね、司会が誰であっても楽しみにしています。はい、はい、そうですね。まあ、個人的にはね、たけしさんに首面白かったですって言った気持ちはあるんですけどね。まあでも一回も実は行ったことないのよ。たけしさんの番組の時も。本当は僕めちゃくちゃ北の映画好きだから、本当はね、ちょっとソナチネの話したいとか思う時あったんだけど、そういう番組じゃないんで当たり前ですけどね。ユーマの話しかしたことないんですけど。まあでもまあね、本当に、今年の年末とか、まあ年末に限らずですけれど、またユーマを紹介する番組とかなんかやらせてもらえたら嬉しいなと。思ってます。はい。今年の年末が今から楽しみです。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤たけしにこのユーマについて語ってほしいとか、あと、ユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。